円筒形のサモワールは、ロシアなどのスラブ諸国、イラン、トルコで古来より用いられてきた湯を沸かすための金属製の伝統的器具。イギリスに先立って紅茶文化を発達させていたロシアで、給茶器として発達したとみられ、ロシア語のサミとワリーチにちなむとされる。片手で持てるサイズから据え付け設備レベルまで幅広い大きさの金属製容器で胴部の中央に燃料を収納し燃焼させる構造を持つ。燃料は石炭や炭、裕福な層では松笠などが用いられ、数リットルから大きいものでは100リットル以上の水を加熱、保温し、蛇口を備えるなど、現代の電気ポットのようにオンデマンドで熱湯を供給できる機能と、上部にティーポットを収納し保温する機能を備えていた。当然ながら、現代では電熱式が主流となっている。今における重要な存在とされ、素材は銅、黄銅、青銅、ニッケル、錫などで、富裕層向けには貴金属製のものや、非常に装飾性の高いものも作られた。起源には諸説あるが、中央アジアで発明されたとみられ、小型のものは行楽に携行されることもあった。ちなみに、イギリスにはティアーンと呼ばれる似た装置がある。ウィキメディアコモンズにはサモワールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。